小城市の高校生が学校での学びを生かしてお菓子や日用品を販売するイベントが市内の商業施設で開かれました。このイベントは小城市の牛津高校の食品調理科、服飾デザイン科、それに生活経営科の3年生16人が日頃の学びを生かし学校の魅力をより知ってもらおうと開いたものです。このうち食品調理科は地元の牛の梅林の梅を使ったクッキーなどを手作りし、服飾デザイン科は畳のヘリを使ったコインケースやカードケースなどを製作し販売しました。また市内の和菓子店と共同開発した大福をその場で味わえるコーナーもあり、生活経営科の生徒が客に煎茶を用意し接待していました。実際に話しかけに行くことによってやっぱ地域の人たちとの触れ合いもすごく学べるのでいいのかなと思います。自分たちで物を売ってることがすごいと思いました。なんか嬉しいですね。私も牛津高の出身なので後輩たちが頑張ってるのを見れて嬉しかったです。牛津高校では今後も販売会を行っていきたいとしています。